逆転裁判。さあ今日も逆転裁判やっていきましょう。楽しい楽しいゲームですからね、皆さん。ゲームゲーム、ゲームですから深刻になることはないんですよ。前いろんなねお話ありましたけども、皆さん落ち込むことなくてね、ゲームですから軽く楽しむ、楽しまないとね、本当にね、大丈夫ね、子供がやってもいいんでしょこれ。本当に、はい、いいやつ大丈夫、はい、年齢制限ついてないんですよね、はい、そうなんですよ、皆さん安心してください。楽しいゲームね、大丈夫ね、まあ、前回いろんなこと分かりましたよね。まあ、綾里家でまあなんかごちゃごちゃしてるということでしたけどもね、僕は関係ないですから、うん、もちろん弁護士やから別に家がどうとか知らん、あやめさんが無罪になればいいな、結局な、それだけに集中しよう、もうあんま人の家庭のこととか突っ込んだあかんと思うな、気にせず事件に集中する、事件の証拠がねあるかないか、もうそれだけ僕らがやるのは。そういう風にしないと、そんな無理無理持たない持たない気持ちが折れちゃう、心がね、またね、ほんと漢字だけには気をつけてごらん漢字の読み方だけはみんな大喜びするから拒むか阻むか知らんけどなあ、そうなんや、知ってるよ、あれこうやって書いて阻むって知ってはいるけど、間違うことはあるやんか人間な、それをみんな大喜びで言うね困るよなあ、ほんま どういうことなあ、まあやっていきましょうよ、楽しくね、法廷やって、法廷やん、最高やんか、逆転裁判って言ったら法廷やもんだってなあ、法廷が一番楽しいな、うんしか言わへん行きましょう早く行ってほしそうやな、はい、ドキドキしてんねんこっちはまたどんな怖いこと起こるんかと思って、もう前のでちょっとトラウマになってんねん逆転裁判やんのな、心の準備いるんやからな、ちょっと無理ってなったらもうやめるかもしれんけど、途中皆さんもごめんな、もう途中でやめることだったらそれはもうごめんなさいやけども、頑張ってやっていきますね。前編ってことはまあ後編もあるのか、まあどれぐらいあるのかな、また探偵もあるのか何なのか、いきましょう。とにかくはい、2月10日午前9時39分地方裁判所被告人第一控え室、おはようございます。あれ、お一人なのですか、ハミちゃん。ああ、おはよう、ハミちゃん、ハルミちゃん。迷い様はご無事でしたか。それが、まだわからないんだ。一般人は立ち入り禁止だって、奥の院に入れてもらえなくて。ね、しゃがんで入ったらいけるらしいね。糸の子は言ってないけど。しゃがんで入ったら立ち入り禁止も入っていいと思う。糸の子は言ってました。そんなのですか。それでは、あやめ様は今も修験道でからくり嬢を、彼女はこの事件の被告人だからな。さすがに今は裁判所に来ているはずだよ。来てないの。じゃあなぜこの控え室にいないのでしょう。そうよな、被告人控え室やもんな、ここな。確かにこんなこと初めてだな。彼女ならば検察側の控え室にいる。誰だ、三剣。あやめさんが、なぜ今頃検察側に。ん、被告人やろ、あやめさんは。今日の証言について担当検事と打ち合わせをしているところだ。今日の証言、あやめさんは、検察側の証人として証言台に立つようだ。どういうこと、証人になるってこと、なんだって、被
告人質問じゃなくて証人として。何やら検事が告白させる、そう聞いている。うん、ガルマ検事のやつどういうつもりだ。なるほど、今日検事席に立つのはカルマメイではない。おう、え、じゃあ一体誰が。アウチか。ここに来てアウチ。勝てるのか俺は。アウチ、アウチ。決まっている、護道検事だ。護道か。護道。カルマメイは今修験道で大切な仕事をしている。修験道、まさか。その通り、昨夜からずっとカラクリ城の解除を行っているのだ。カルマメイが住職の手ほどきを受けながらな。昨夜からずっとやってんの、カルマメイが。あ、そうか、あやめはもうこっち来なあかんからずっと一晩中やってくれてたってこと。あらま、おそらくあと3時間もすれば全ての城が開くだろう。良い知らせが届くことを祈っている。あよいちゃんがいるからな、中にきっと。ありがとう、みつるぎ。護道検事は今日で全ての決着をつけるつもりだ。今日で全ての、明日はない、そう考えておくがいい。今日がラスト、もうあと探偵と法廷もないってこと、これ以降は。言われなくても分かってるさ。え、その目の色、どうやらもう熱で浮かされた昨日の君ではないようだ。ここへ来た時決心した、今日こそ決着をつけるって。そうしたら急に体が楽になったんだ。なるほど、今頃代わりに誰かが熱を出しているかもしれないな。それではあとは頼んだぞ、相棒。憎いねえ、みつるぎ、相棒とか言ってくれんの急に。何目そらしてちょっとニヤッとして。目見て言うのちょっと恥ずかしかった。何、相棒やって嬉しいこと言ってくれるやんかいさ。ああ、任せてくれ。ほとんどの謎にはまだ答えが見つかっていない。まずはエリス先生、綾里舞子が殺害された状況、凶器のこととかな、まだまだ解決して、場所の問題もあんねんな、そういえば。これな、やはりが目撃したありえない光景。まあな、松の木にくくりつけてビョンやと思うんだよな、これ。そしてあの女の本当の狙い。本当のも何もなあ、本家を根絶やしにすることが目的でしょ、この人は。その全てを今からこの僕が解き明かす。いけるかな、労働頑張れよ。同日午前10時地方裁判所第7法廷。これより朝倉院あやめの法廷を改定します。どうした、護道。どうした、なんで汗かいてるんだ、護道。どうして裁判長が、裁判長変わったか。確かに、もう一人の人やったな。私ですかな。実は今朝方私の執務室に弟の使いがやってきましてね。弟の使い、あれ兄弟なんや。兄弟なんや。急に信じられない高熱で倒れたということでした。ああ、風邪移ったわ。誰かが熱で倒れてるかもしれないなとか言ってたけど、裁判長に移ったわ。そこで弟の代わりにこの私が来た次第です。兄弟だったのか。顔が深緑色でした。かなりやる気だったようです。移ったわ。コーヒー、コーヒーチェック、コーヒーカウント。コーヒーカウントします。自分でカウントしますね。ちょっとカウントしてください。先のことはわからない、それが人生ってやつだ。だからこそ
人は自分の過去に決着をつけてあげる。自分でカウントしよう。自分でカウントするな。これちょっとここに書いていこう。よし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 。今日は絶対17。毎回ミスるからな。人は自分の過去に決着をつけたがる。そいつが俺たちに与えられた特権であり使命なのさ。うん。なるほど。最後まで分かったような分からないような一言ですな。それでは古藤健二、冒頭弁論をお願いします。人の心は移ろいゆく、それは儚い夢のように。かっこいいな。しがない世の中でいつまでも変わらないのはただ一つ、このカップに広がる苦くて黒い闇だけなのさ。この五道の過去も明らかになるか、ここで。つまりどういうことですかな。裁判長分からへんな。前回の審理で被告人は事件との関連を認めなかった。しかし今日彼女の心は変わった。アザクラインあやみには告白するべきことがあるのさ。告白？被告人がですか？何や？あやめさん、なぜこの僕に相談してくれなかったんだ？確かにね。弁護人やのにね。わかりました。それでは被告人の告白を聞かせていただきましょう。まあ、被告人は被告人だよな、やっぱそこは。あやめさん、可愛い子ちゃんには名前と職業を聞く。それが俺のルールだぜ。全員に聞け。裁判では全員に聞け、そんなもん。あやめと申します。アザクラインで修行中の身でございます。証人、あなたは何か告白することがあるとか。はい、なるほど様には申し訳ありませんが、もう私隠しておくことはできません。一体何のことですか。なるほど様、私この事件に無関係ではないのです。まあそうやな、そうやろうけどさ。まさか自白なさるつもりですか。あなたが天竜斎エリスを殺害したと。そうではありません。まあそうなるな。私はそう、あの事件の後始末をしたのです。後始末。あの方が命を奪った天竜斎エリス様の亡骸を、ハザクラインの境内に運んで、あのような細工をさせていただきました。何のために。なんですと。なんだって。静粛に静粛に。つまり被告人、あなたはこの殺人事件の共犯者だった。そうなのですか。はい、その通りです。まあどこまで関与してたかな。共同正犯というところまで行ったのか、まあ、幇助犯ぐらいにとどまってるのか。海底3分でもう冷や汗まみれかよ。はい、始まった瞬間から汗かいてたけど。なるほど。人は誰でも共犯者さ。どういう意味やねん。人は誰でも共犯者。たまたまそれが殺人事件だった。それだけの話だぜ。あ、2杯目、2杯目、危ねえ。危ねえ。はい、そうだろう、なるほど。護道健二め、打ち合わせをした告白、こいつのことか。どうやらこのあやめさんの証言書、悲しいけど嘘だったんだな。ちょっと待って、見るね。このすぐ見てる。難しいやろかな、今回。午前10時に、これが嘘やったってこと？消灯の鐘を鳴らし、事件発生前、自室にいたのが嘘やったってことね。
で全部なのかな、鳴らしたのは本当なのかな。あやめの証言書を丸めてポケットに突っ込んだ。なんでそんなことするの。置いといたらよくない、ファイルに。なあお嬢さんよ、よかったら教えてくれねえか。一体あんた誰の犯行をもみ消そうとしたのか。あやめさんが誰かをかばっていた。全く先が見えないぞ。私幼い頃からハザクラインでお世話になっております。ハザクラインはクライン流霊媒堂の分家、私どもは本家を守るために存在しているのです。お、本家ですか。だから私この身を汚してもあの方をお守りしたのです。本家というとエリスさんか、早里舞子、あの方をお守りした。クライン流霊媒堂家元の娘、あそっち、綾里舞、迷い様を。うん。え、うん、そういうことらしいぜ。なるほど。迷いちゃんですって。静粛に静粛に静粛に。殺害の現場を見ただけではなく真犯人の名前まで。うん、あ、迷いちゃんが真犯人だって言ってんの、これ。迷いちゃんが真犯人だって言ってんの。本当に残念ですけど間違いございません。おいおい、あやめさんよ、それはさすがに無理あるでしょうね。え、私はあの方の犯行を目撃してあの方のために被害者の亡骸を始末したのです。意義ありか。そんなバカな、まゆいちゃんはそんな。今は弁護人が声を張り上げるべき場面ではありません。あ、張り上げるよ、そんな急に迷いちゃんのせいにされて。被告人、まずはあなたの証言を聞くべきでしょう。事件当夜一体何があったのか。わかりました。ある程度覚悟はしていたつもりだったけど、いきなり予想もつかない展開になってきたな。迷いちゃん出てへんねんから、修験道から。迷いの犯行やって。あの晩奥の院へ行って中庭で見てしまいました。エリス様が手に持った杖で迷い様に殴りかかったのです。ああ、エリス様がね、迷い様にね。するかね。迷い様およろめきになって、エリス様はとどめを刺そうと、およろめきになってて、前も出てきたな、1回目の事件で読みにくかったような。およろめきになってて、双子やから同じようなことを言うわ、この人ら。迷い様はそれを必死にかわして武器を奪って、あれは正当防衛でしたわ。迷い様に責任はありません。その評価を下すのは別にあやめさんの仕事じゃないからな。正当防衛だったかどうかは法的な評価やから、その状況だけ言ってくれたらいいんやで、別にな。正当防衛やったかどうかも最後裁判官決めるからも。正当防衛ですか、言うてんなと思ってんや裁判官もな。素人が言うてるわ。要件も知らずに言うてんやろなみたいな、わからんやろって。旧白不正の侵害があったかとかな、そのやむを得ない反撃行為やったかとかな、武器対等の原則とかもあるから、いろいろ大変なんやね。正当防衛、過剰防衛とかいうパターンもあるしな。正当防衛は正当防衛でもな、な、護送防衛とかもあるしな。護送過剰防衛とかもあるから、いろいろ考えてるわ裁判長、頭の中で。襲いかかったのはエリス様の方だったのですから。うむ、だから私迷い様をお助けしようと思ったのです。被害者の死体をハザクラインに移せば
綾瀬と迷いに疑いはかからない。まあまあまあ。そう考えたわけだ。悪くねえ悪知恵だぜ。悪くねえ悪知恵。おかしい。昨日確か証明されたはずだ。あの晩、あやめさんは奥の院へは行かなかった。奥の院に現れたのは、彼女だったはずだ。まあでも、あやめさんの証言を前提にしてるんじゃなかったっけ、これって。あやめさんもそれを認めたはずなのに。でもこれ、元が嘘やったらまた話変わってくるんちゃうの？それでは弁護人、尋問をお願いします。迷いの犯行。あの晩、奥の院へ行って中庭で見てしまいました。行ったのか奥の院。あやめさん、昨日と証言が変わっているようですね。奥の院には行かなかった。昨日はそう言っていました。いいやり来るよな。昨日何を言ったが、そんなこと何の意味もねえぜ。なるほど、あんたその話をどこで聞いたんだい。確か奥の院の修験道でしたけど。証言と呼べる発言は証言台でするものだぜ。それ以外は全ておしゃべり。何の価値もねえさ。何の価値もないとまで言えへんやろ。そら実際になんか聞きましたも別に一応証拠にはなるやんか。いかがですか証人。私どうしても言えなかったのです。迷い様はあなたの大切な方なのですよね。その方の犯行を目撃したなんて私の口からはとても。わかるような気がします。それでは証言を続けていただきましょう。あなたが奥の院の中庭で何を見たか。はい、かしこまりました。エリ様が手に持った杖で迷い様に殴りかかったのです。被害者が迷いちゃん、綾里迷いを襲ったんですか。はい、それは恐ろしい光景でしたわ。迷い様は頭を強く殴られて倒れそうになりました。その時あなたは何を。どうして二人を止めなかったんですか。申し訳ありません。なるほど様、私恐ろしくて足がすくんでしまって声を上げることすらできませんでした。無理もないでしょうな。ダメだ、この証言だけはどうしても信じることができない。まあそうや、おかしいもん。そんな、それからどうなったのですかな。迷い様はおよろめきになって、エリス様はとどめを刺そうと。とどめを。そうだと思います。手にした杖を投げ捨てて懐から武器を。ちょっと待ってください。武器というのは。はい、あれは小刀のようなものでした。小刀ねえ。その武器で天竜斎エリスは刺そうとしたんですか。その綾里と迷いを。ええ、その通りです。コーヒーと間違えてソースを飲んだみたいな顔だぜ。自分の依頼人の発言がすっきりしねえか弁護士君。今のあやめさんの発言どうなんだろう。引っかかるね。裁判長、ただいまの証人の発言には問題があります。問題。しかしこの証人はあなたの依頼人ですぞ。まあそうなんですけど。いいだろうぜ証人、今の発言証言に加えてくれねえか。はい、わかりました。ちょっとその辺の進行は私がカツンとですね。カツン。いいかあんた、二度は言わねえ。裁くのはこの俺だぜ。違うぜ。
絶対に裁判長だぜ。むぐぐ。じゃあ続けてもらおうか。邪魔な杖は捨てて、懐から小刀を取り出したのです。杖を捨てた。エリス様は迷い様の命を奪おうとなさったのです。だから凶器を取り出したんだと思います。確かに杖では致命傷を与えるのは難しいでしょう。あやめさん、もう一度確認します。被害者が杖を自分から捨てたんですか？はい、そうですけど。それがどうかしましたかな、弁護人。やっぱり引っかかるな。エリス様は小刀で迷い様に襲いかかったのです。はいはいはい、もう行っちゃうか。あやめさん、そんな嘘はね、通用しないんですよ。あやめさん、あなたの目撃した犯行現場にはどうしても無理があります。え？天竜斎エリスが杖を捨てるはずがないんですよ。でも杖では殴ることしかできませんから。知らないんだね、あやめさん。もちろんあなたは知らないでしょうね、あやめさん。被害者の杖にはある細工がされていたんです。ご覧の通り、刀です。あ、天竜斎エリスが綾里迷いの殺害を考えたのならば、小刀など使う必要はなかった。こんなに立派な刀を持っていたのですからね。だってすごいな、あれかっこいいよな。いかがですか、あやめさん。私来たよ。チェックお願いします。そうです。あんたにしちゃよくやったぜ。なるほど、この杖に刀が仕込まれていたとはな。しかしそれが何だって言うんだ。ん？互いの距離が近い戦いならば長い刀は扱いづらい。だから天竜斎エリスはあえて小刀を使ったのかもしれねえ。それは重要なのは凶器に何を使ったかじゃねえのさ。天竜斎エリスが早さと迷いを殺害しようとしたという点だ。そこに不自然な点がない限り目撃証言に問題はねえぜ。違う、この証言はどう考えても不自然なんだ。いかがですかな、弁護人。検事の主張には一理あります。わかりました、弁護側は証拠を提示したいと思います。なるほど様。証人の証言がありえないという証拠、もう一つ。え、もう一つ。天竜斎エリスが綾里と迷いの命を奪おうとするはずがない。まあ関係性ってことか。くらえ。天竜斎エリスには綾里と迷いを襲えなかったのです。そうだね。どうしてそんなことが。天竜斎エリスという名前は本名ではありません。彼女の本当の名前は綾里と舞子と言います。綾里と。まさか綾里と舞子。どなたなのですかな。名字が同じですが。綾里舞子はクライン流霊媒堂の家元霊媒師です。そして綾里迷いの実の母親なのです。なんですって。あ、なんかすごいことになってんぞ。なるほど様、それは本当なのですか。天竜斎エリスが綾里舞子様だったなんて。知らなかったんだね。間違いありません、あやめさん。どうやら知らなかったみたいだな。そ
そうだったのですか。母親が17年ぶりに会った一人娘を殺害しようとした。検察側にその理由が説明できるのですか。いけ。静粛に。一見証人の証言の流れは極めて自然だと思われました。しかし真実を知ってしまえば不自然極まりない。まあそもそも動機がな、まあ、なんで殺そうと思ったんやって気になるよな。刀の仕込まれた武器である杖をわざわざ捨てた。現場で死闘を繰り広げた二人が実の親子だった。まあ、親子だからといって殺さないとはさすがに言えないけどね。いずれもありえないとまでは言えませんが、考えにくいことです。まあまあまあ、来たよ、呼んだよ。この世にありえないことなんて何もねえさ。ただ一つを除いてな。何ですか、ただ一つのありえないこととは。まだわからないのかい。ん？裏付け調査をしない護道検事だぜ。なんだ？何の話だ？どういうことですか？俺がこの証人の告白を聞いたのは今朝のこと。8杯目のモーニングコーヒーを飲み干したばかりだった。飲みすぎ。あなた、胃に穴が開きますよ。とにかく、この証人の告白を聞いて、早速捜査好きの刑事が現場へすっ飛んでいった。そして、刑事は発見した。うわ、こいつをな。出てくんの。それは、証言にあった小刀ですかな。あら、話変わってくれ、ほな。聞くまでもねえだろ。それより気にならねえか。確かに、よく見ると、血痕が付着しています。ああ、そうだよ。一体どこにあったんですか。僕が現場を調べたときは、そんなものはなかった。そうだよね、結構狭いスペースやもんな。あんた、現場の松の木は調べたかい。松の木。松の木。まさか。嘘だろ。この小刀は松の木の裏に突き刺さっていた。綾瀬と迷いと天竜さんエリスの格闘に決着がついた時、こいつは跳ね飛ばされたのさ。松の木に向かってな。はあ。ということは、この結婚は被害者のものなのですね。け、あんた、聞いてなかったのね。俺が告白を聞いたのは今朝のことだったんだぜ。13杯目のモーニングコーヒーを飲み干したばかりだと。おいおい。モーニングコーヒー、おい。え、当初のモーニング娘も、僕にやったんちゃうかな。モーニングコーヒーを発表した時のモーニング娘も13話も後半やもんな、やっぱり。モーニングコーヒーのもーよってやつね。ね、安倍夏実とか飯田香織とかはいいね。初期メンバーでいたとか、矢口真理もいた。さっきと変わってるじゃないか。さすがに血液検査をする時間はなかったぜ。でも今からするんでしょ。とにかくその小刀を提出してください。この審理の間に本法廷が血液検査を手配します。俺の恋人だ、大事に扱ってくれよ。係官、大至急この証拠品を検査に回すように。ああ、検証やな。現場である奥の院の中には松の木の裏より発見、現在血液検査中。はいはいはい。さて、ただいまの証人の証言はやや不自然でした。いや、検証ではないか。さっき検証って言ったけど、検証はな、見てな、五感の作用でな、確認するもんやもんな。やっぱ
裁判所が血液検査するってことはまあないか。普通検察官がやったやつを証拠として出してもらうか。うん、まあいいか、それかは。しかし、こうして現場から小刀が発見された以上、その証言は真実だと考えるべきでしょう。まあ、出ちゃうとね、ものがね、逆にそれが裏付けられたわけよね、証言が。あ、来たよ !4 ですか、4。かわいこちゃんは嘘をつかねえ。そいつが俺のルールだぜ。5?4、5、5だ。それでは証人、さらなる証言をお願いしましょう。何をでしょうか？ん？あなたが目撃した事件、二人の格闘について。わかりました。本当に格闘してたってことになるの？二人の格闘。杖で殴られた迷い様は一瞬およろめきになったのですが、エリス様の攻撃をかわして武器を奪い取ったのです。エリス様は逆に追い詰められ、灯籠を背にして立たされました。ほうほう、復讐？うそだろ。迷い様はそのまま小刀でエリス様を刺したのです。エリス様は小刀を振り払ったのですが、やがてお倒れに。痛ましい事件です。親子の間に何があったのかは存じ上げませんが、舞子様が姿を消されてから17年の月日が流れています。おそらくお互いに顔もわからなかったのでは。いや、ありえますな。それでは弁護人、尋問をお願いします。二人の格闘。杖で殴られた前様、一瞬およろめきになったのですが、あなたはそれをどこから目撃したんですか？どういうことですか？もし被害者たちがあなたに気づいていれば、そんな派手な争いは起こらなかったかもしれません。そうだったのでしょうか？お二人は中庭の灯籠のあたりにいらっしゃいました。私それを後ろから目撃したのです。お二人がいたところは暗かったから。それで私のことが見えなかったんだと思います。事件当時中庭は暗かった。それで殴られた迷いさんはどうしたのですかな？エリス様の攻撃をかわして凶器を奪い取ったんです。はい。その時被害者の杖はどうなったんですか？わかりません。あたりはとても暗かったので私には見えませんでした。お争いになるうちにどこかへ飛んでしまったんだと思います。なるほど。それならば小刀を取り出した説明もつきますな。エリス様、迷い様に凶器の小刀を振り上げました。迷い様はとっさにそれをかわしたのです。刃先が灯籠に当たって小刀は地面に落ちました。ほう。そしていつの間にか迷い様がその小刀を。今のところ不自然な点は見当たらないな。凶器を奪われた被害者はどうなったんですかな？エリス様は逆に追い詰められ、灯籠を背にして立たされました。あやさと迷いが被害者を追い詰めた。ええ。迷い様はきっと我を忘れていたのだと思います。だって、お命を狙われたのですから。考えられない。彼女が刃物を持って誰かを追い詰めるなんて。来たよ。6だ。追い詰められたネズミは猫を噛む。そう言うぜ。言うね。でもそのネズミは猫を追い詰めたりはしません。さ、わからんやんか。噛んでんやから。急須猫噛むでしょ。例え話なんか何の意味もねえぞ。お前が言い出したやろ。
お前が例え話しだしなよ。そっちが始めたんじゃないか。それで被害者を追い詰めた綾瀬と迷いさんはどうしたのですかな。迷い様はそのまま小刀でエリス様を刺したのです。うん。あなたは本当にそれをはっきり見たのですか。多分そうだと思います。多分あの時中庭は暗かったものですから、それが誰なのかはほとんど見えなかったんです。あれ見えなかった、なんだって。それならばあるいは別人だったかも。ん、あの晩綾瀬と迷いが奥の院にいたのは間違いない。そして死んだのは天竜斎エリスだ。誰と誰が争ったか見るまでもねえんじゃねえか。反論できない今はまだ。それでは証言を続けてください。わかりました。お二人はしばらく向かい合った。犯人が被害者に体当たりしたのです。被害者は体をくの字に折って倒れました。腹部を刺されたわけですな。ええ。エリス様は小刀を振り払ったのですが、やがてお倒れに。その小刀はどこへ。わかりません。暗くて見えませんでした。こいつを見つけた刑事の話によると、小刀は中庭の松の木に刺さっていた。おそらくそこへ飛ばされたんだろうぜ。あら、腹部を刺された被害者はすぐに倒れたんですか。うん。そういえばしばらく迷い様の方を見つめていたような気がします。どういう意味。迷い様も全く動かなくて。はあ。そのまま時が止まったような気がしました。やがて魔法が解けたようにエリス様はお倒れに。一見どこにも無理のない証言に。しかし一つだけ絶対にありえないことがある。迷いちゃんが誰かを刺すなんて、それだけはありえない。だからこそこの証言には必ず矛盾があるはずだ。そうだよね。一瞬およろめきになったのですが、エリス様の攻撃をかわして狂気を奪い取った。エリス様は逆に追い詰められ灯籠を背にして立たされました。その小刀でエリス様を刺したんです。小刀を振り払ったんですが、やってお倒れにか。逆に追い詰められ灯籠を背にして狂気を奪い取った。つい一瞬およろめきになった。証拠見るか。受験道吹き。そうだね。ナシス。身を守る天気。狂気でないね、これね。よし。でもどれが狂気って分かってるのかな。これは狂気で、でもこれから調べるのか。奥の院の中には松の木の裏より発見、血液検査中。ああ、これね、あったよね。これおぼろ橋付近で発見されたよな。現場写真。わかるか。ちょっと関係ないね。あ。はい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 。凶器を奪い取った。逆に背をして立たされました。その小刀でイエス様を刺した。ここだね。
今日のあなたはどうも様子がおかしいですね。え？昨日までのあなたは軽はずみなことを言う人ではなかった。しかし今日の証言にはあまりに矛盾が多い。そんな、一体どこがおかしいのですか？あなたの証言によれば、怪さと迷いは、灯籠を背にした被害者を小刀で刺した。そうですね。そうですけど。その場合、被害者は腹部を刺されることになります。それはそうでしょうな。しかし、解剖記録にはこう書かれています。背後より刺され、失血し。あ。傷の状態から被害者は背中から刺されたことが判明している。あやめさん、また一つあなたは矛盾を重ねたのです。なんでこんな嘘ばっかついてる。いや、何、どうしたあやめさん、いきなりいっぱい嘘ついて。一体これはどういうことですか？来たよ、ナナ。ナナです。簡単なことさ、人間には裏と表がある。それだけのことだぜ。それだけのことなのですか？背に腹は変えられない。そう言ってもいい。何を言ってんのこと。証人の証言をことわざで片付けないでください。とにかく証人の証言には不自然な点が多すぎます。武器である杖を捨てたこと、争った二人が親子だったこと、ここはでももうな、小刀出てきて持ってるからな。さらに被害者が腹部を刺されたという証言も間違いでした。これは結構大きいね。確かにあやふやな点が多いですな。あやめさん、いかがですか？それはきっと、きっとあんたが甘すぎるんだろうぜ。まるほど。なんですって？コーヒーの苦味には253種類あると言われている。何や、白の色みたいに言うて。アンミカか。アンミカみたいに言うなよ。コーヒーって実は253種類あんねんちゃうねん。苦味があって苦味いい、そんな種類は。しかしそれを味わい分けるには全神経を集中させなければならねえ。あんた集中してたかい、この証人の証言。護道賢治、どういうことですか？証人はことあることにこう証言している。中庭は暗くてよく見えなかったぞ。人間が物を見るのに必要なものはたった一つ。それは光だぜ。光。ところで知ってるがい？奥の院で修験者の修行がある晩は、必ず中庭の灯籠に火を入れる決まりがあるそうだ。確かに、中庭には大きな灯籠があったな。それが本当ならば、灯籠の明かりで現場ははっきり見えたはずでは。そうなるはずだったのさ。しかし住職の証言によると、事件当夜、灯籠には火を灯すことはできなかった。どういうこと？できなかった。長い間使ってなかったため、芯がダメになっていたそうだ。つまり、あの晩中庭は、ほとんど闇に近かった。じゃあ見えへんのじゃん、全部。修験道から漏れるわずかな光があっただけなのさ。そうだったのですか。来たよ、8位。これで全ての矛盾は解決するだろうぜ。杖を闇に落とせば見えるはずがなかった。娘の顔が見えなかったのも闇の中だったせいだ。闇に潜む魔物は見えない。それが人間の限界なのさ。
そうだろう、マルホド。え、うわいや、そうしたら全部見えてへんかったってことになるからな。静粛に静粛に静粛に。裁判長、その灯籠のデータをくれてやるぜ。あんたの頭に真実の火を灯してくれるだろうさ。灯籠、奥の院の中庭の灯籠、事件等や故障のため明かりは灯らなかったと。うん、なんだ黙り込んで。どうした、じいさん、明かりが強すぎたかい。この灯籠、何か書いてあります。ん、これは血文字ですか。しまった、裁判長はまだ知らなかったんだっけ。血文字だとな、赤が見えへんねんな、護道って。なんかあれつけてるせいでな、赤文字が全部消えるようになってんねん、あの人。これは逆さまに迷いと書いてあります。なんだと。気づかねえな。そうだったのですね。迷い様に追い詰められたエリス様は、刺された後すぐにはお倒れになりませんでした。きっと後ろに回した手でその文字をお書きになった。ああ、後ろでやから迷いってや逆さになるってね。なるほどね。自らの体から溢れ出す血で、そこで娘だと気づいたのか。うむ、どうやらそのようですな。ちょっと待ってくれ。あんたたち一体何の話をしてるんだね。教えてあげて、誰か。赤で書いてあるの。何の話と言われましても。血文字ですよ、灯籠に書かれている。バカな、この灯籠に何か書いてあるってのか。まさか見えないのか、この血文字が。そういえば昨日、俺の目はとっくにイカれちまってるのさ。こんなでかいメガネをぶら下げていても完全には見えねえ。言ってたな。完全には見えない、こういうことだったのか。とにかくこれは重要な手がかりです。事件当時現場は暗かった。そして被害者はこのような文字を書き残していた。いかがですか、護道検事。うん、ピカピカしてる目が。護道検事。ああ、それじゃあ次に進むとするぜ。大丈夫か。あの護道検事が動揺している。どうやらとりあえず犯行は立証されたようです。早さと迷いによる天竜さんエリス殺害が、いやちょっと待って。いや、今の証言だけやろ。迷いちゃんやって言うてるだけやからな。そんなバカな。そこで次に登場するのがあんたってわけだ。はい。被害者が倒れた後、あんたはあることをしたらしいな。その話をしてみな、聞いてやるぜ。あやめの後始末。エリス様が亡くなって私、迷い様に声をかけました。ああ、そうなんだ。クライン流の家元をつなぐお方をお守りしなければ、そう思ったのです。だから、私が一人で死体を奥の院から運び出すことに。一人じゃ無理だよ。おぼろ橋の上を死体を引きずって渡りました。そして、スノーモービルで死体をハザクラインに運び込んで、死体の傷を隠すため七支刀で細工をしたんです。あなたが死体を運んだ。ええ、私ハザクラインで育てられましたので、綾里家の皆様に恩返しをしたかったのです。それなのに
まさか、あのエリス様が、早里舞子様だったなんて、私、なんということを。うむ、運命のいたずらですな。いたずらで済む話じゃないけど。私、死体を始末してから奥の院に戻るつもりでした。でも、あの住職に目撃されたってわけかい？ええ、それで戻れなくなってしまったのです。どうやら筋は通っているようですな。それでは弁護人尋問を。わかりました。あやめの後始末。エリス様が亡くなって私迷い様に声をかけました。会話したってこと？全てが終わるまで待っていたわけですか？そういうわけでは。目の前で命のやり取りがあったんだ。声を出せなくても無理はねえだろうぜ。それはそうかもしれませんな。私も皆さんの勢いに飲まれてしまって、無駄なやり取りでも黙って見ていることがありますからな。止めてくれよ。私に気づいた迷い様はその時初めてご自分のなさったことに気がついたようでした。クライン流の家元を継ぐお方をお守りしなければ、そう思ったのです。じゃああなたは知っていたのですか？綾里迷いという名前が持っている意味を。ええ、もちろんですわ。ちょっとおかしいな。ビキニさんは迷いちゃんのことを知らなかったのに。そうだよね。うん。とにかくあなた方、あの方は私どもにとって特別な方でした。だから私が一人で死体を奥の院から運び出すことは、これが無理でしょう。なぜそんなことを？迷い様に疑いかかってはいけない、そう思いましたの。それならば死体を現場から遠ざければよいと。あなたがたった一人で死体を運んだ？はい、そうです。雪がなかったら無理だったかもしれませんけど。雪か。おぼろ橋の上を死体を引きずって渡りました。無理だと思うよね、普通はね。よく渡れましたね、あのおぼろ橋を。見た目はダメですけど、意外と丈夫なのですよ、あの橋は。バカは風邪をひかない。それだけのことだぜ。それともう一つ気になることがあります。なぜ死体を五道川に捨てなかったのですか？え、アザクラインに運ぶより楽に死体を始末できたはずです。それだけでは迷い様にお疑いがかかると思ったのです。死体はなるべく遠いところに始末した方がよいと。け、憎いほど筋が通っているぜ。今のところはな。それで橋を渡ったあんたはどうしたんだ？そしてスノーモービルで死体をハザクラインに運び込んで、死体の傷を隠すため七支刀で細工したんですって。スノーモービルで運び込んで。スノーモービル、ついに出てきたか。ええ、キーは私が持っていましたから。アザクラインから吊り橋までそれを使って来ていたのです。うん、この辺は前回の審理でも問題になったらしい。あ、そうか、移り替えたんだな。もっと詳しく聞いてみるか。スノーモービルのこと、スノーモービルのことを詳しく聞かせてください。あの晩はとても冷え込んでいたので、あれを使って橋のたもとまで行ったのです。何？残念だが商人、そうなると一つおかしなことがあるぜ。なんだい？え、こっちから来たか。護道賢治、どういうことだ？あの晩住職はあんたに修行を任せた後、
歩いて奥の院から葉桜院に帰っている。うん、確かに記録にはそう書いてありますな。その時のことを彼女はこう言っている。それにね、おばあさんが歩いて帰ってみると門のところにちゃんとあったの、あのスノーモービル。そうだよね。ややこしいな。スノーモービルは山門の前にあった。こいつは矛盾ってやつじゃねえのかな。五道はなぜ崩しに来る。正式に五道検事、なぜあなたが証言の矛盾を。はっきりしねえことは好きじゃねえ、それだけさ。まあ気づかれたらめんどくさいからな。あの多分それはビキニ様が見落としたんだと思います。見落とした。そんな都合のいい話が。けまあいいさ、俺もこれが決定的な矛盾とは思わねえからな。ただ証言には注意した方がいい。それが言いたかったのさ。なあ、わかるだろう、かわいこちゃんよ。はい。どういうことだ。五道検事がヒントをくれるなんて。よろしい、証言を続けてもらいましょう。あなたはスノーモービルで死体を運んだわけですね。葉桜院の境内に。その通りです。そこなら迷い様は疑われない。そう思いました。そして私、死体の傷を隠すため七支刀で細工したんです。その現場をビキニさんに見られたわけですか。はい。おそらくそうだと思います。おそらく。なるほど。だからビキニさんはあなたが犯人だと思ったわけですね。申し訳ありませんでした。私のせいで事件を混乱させてしまって。信じたくないけど、どうやら間違いない。彼女は迷いちゃんに罪を着せようとしている。なぜ彼女がそんなことをするのか、答えは一つしか考えられないか。ちょっと待ってよ、もう起きた。エリさんは亡くなって私声をかけました。さっきの守らなければ一人で死体を奥の院から運び出すことに気づって渡りました。ここやっけ。 スノーモービルでもう一個あったような選択肢。もっとかシュプールのことか。シュプールのこと。ちょっと待って、シュプールはさ、シュプールの写真。これがどうかっていう、歩いた足跡との関係性もありそうですよ、これは。シュプールのこと。死体をスノーモービルで運んだのなら、雪の上にはその跡が残るはずですよね。それはそうでしょうな。前回の法廷で提出されたこの写真、これがその時の跡なんでしょうか。そうだと思います。でもシュプールは1本しか残っていませんね。それはおかしくないと思います。葉桜には出た時は雪が降っていたはずですから。そうだね、ちょっとこれも分かるんですよ。すぐ忘れちゃう。何時間？雪は7時から10時50分ね。はい。なるほど。雪が降っていた。そして事件が起こった時、雪はもう止んでいたんです。だからこんなにくっきり跡が残っているのですわ。いかがですか、弁護人、今の証言は。重要か。事件が起こった時、雪が止んでいた。これはもしかすると、裁判長、ただいまの発言を証言に加えてください。しかし事件との関係はあるのですか。
それを立証するためにも証言に加えることを要請します。け、面白い。はい、キュー。あんた、ユキのことはっきりさせようぜ。はい。事件が起こった時、ユキはもうすっかり病んでいました。これまでの証言には多くの矛盾がありました。今度こそ間違いありませんね。事件が起こった時、雪は止んでいた。だからはっきりとスノーモービルの跡が残った。そうです、間違いありません。ついに捕まえたみたいだな。なるほど、雪か。どういうことですか？もし事件が起こった時、雪が止んでいたというなら、あの証言には致命的な矛盾が生まれるんだ。見せてもらおうか、マルホド。あんたの腕、いや、人差し指が。信じたくないけど、どうやら間違いない。彼女は、迷いちゃんに罪を着せようとしている。まあそうだろうね。なぜ彼女がそんなことをするのか、答えは一つしか考えられないか。エリス様が亡くなって声をかけました。クライン流の家元を継ぐお方をお守りしなければ、そう思ったのです。だから私が一人で死体を船から運び出すことに。おぼろ橋の上を死体を引きずって渡りました。そしてそのモビルでアズクラに運んで死体の傷を描くため再興したんです。事件が起こった時、雪はもうすっかり止んでいました。事件が起こった時、雪はもうすっかり止んでいました。午後7時から10時50分まで雪が降ってるんですよ、あやめさん。そしてですよ、犯行時刻は午後10時から11時頃。10時から11時か。あ、じゃあちょっと可能性あるのか。10分ね。そっか、ここかと思ったけど、事件が起こった時、雪はもう止んでいましたってことは、残り10分の可能性があるか。スノーボーリーで死体を運んで、おぼろ橋の上を死体を引きずって渡りました。ちょっと待って、写真とかなんかなかったっけ。おぼろ橋の上を死体を引きずって運んだ奥の院からそこまで、で、スノーモービル、そっから。運んだね。待って、ちょっと待って。橋は待って、燃えたのついてる。落雷は10時45分でしょ。10時45分でしょ。雪が病んだ後は、どうしたら10時50分以降なわけやん。ほらな。おかしいって言ったやろ。いや、ここや、ここがおかしいんだ。ほらなあ、そもそもそんな一人で運べるかっていうとこもあるんやけど、ここ相当おかしいよね。事件が起こった時、すでに雪が止んでいた。残念ですが、あやめさん、それはありえません。え？こいつは事件当夜の気象データです。雪が止んだのは記録によると午後10時50分頃。
この時間、あなたがおぼろ橋を渡れたはずがない。どうしてですか？雪が止む5分ほど前、おぼろ橋は落雷を受けて炎上していたからです。なんですって？あの吊り橋が燃えていた。だから家の中にいたんじゃない？本当にあの知らんのじゃ燃えてたことも。まさか知らないわけではないでしょうな。その落雷によってあの橋は燃え落ちてしまったのですから。そんな、まさか、それを知らんってことある？橋が燃えたことをこの時点でまだ全く知らんなんてことある？どうやら、まだあなたには分かってないようですね。どんなに上手に嘘をついたつもりでも、弁護士の目を逃れることはできないんですよ。かっこいい。いやでもな、静粛に。事件が起こった時、すでに橋は燃えていた。そう、すでに奥の院は世界から切り離されていた。橋を渡って死体を運び出すことは不可能だったのです。商人、私の顔も3度までですぞ。偽りの証言には法廷侮辱罪が適用されます。1と2も許したな。なんで1と2と許すね。何か言うことはありますか？来た、前目。法廷を侮辱しているのはむしろあんたの方だぜ。11。あ、もうわからなくなってる。スタッフもわからなくなって、もう諦めよう。なあ、じいさんよ。私ですか？じいさんが悪い。この証人の証言が嘘か本当か、ちっぽけな問題さ。ちっぽけ？それより重要なことは真実だぜ。そうだろ？いや、そうなんやけど、だから嘘つかんといてって言うてん。それはそうですが、雪が降ろうが、雷が落ちようが、橋が燃えようが、絶対に動かせない事実が2つある。天竜斎エリスの死体が、ハザクラインの境内で発見されていること。そしてもう一つ、あの住職は目撃しているのさ。ああ。この商人が死体に細工しているところをな。細工ね。これもよくわからんな。確かに。そうですわ。私、嘘なんてついていません。なんですって？あの晩の私は普通ではありませんでした。記憶が少し混乱しているんです。いやな。あなたは証人としてそこに立っているのです。今さら混乱なんて。嘘をつくのも人間なら、勘違いするのも人間だ。それならなるほど。あんたには説明できるのがいい。何をですか？事件が起こった時、すでにおぼろ橋は燃えていた。しかし、死体は橋を渡り、アザクラインの境内で発見された。まあそうね。そのからくりを完璧に立証できるのがいい。それは確かに証言はどうあれ、死体は炎上した橋を渡った。そうなの？炎上前じゃなくて？炎上した橋を渡ったの？その方法が立証できなければ真相は見えない。どうやら弁護人には説明できないようですね。来たよ。いい風のやめました。そういうことだ。つまりあんたはこの証人を嘘つき呼ばわりする資格はないのさ。いやでも客観的事実とは違いますよって言ってるんやから、嘘つき呼ばわりしたいわけじゃなくて、客観的事実とは合ってないですよって。
グワー、なんだグワーって。それでは証人、もう一度だけ証言してください。はい、何でしょうか。あなたは死体を移動させた罪を告白なさいました。ただ先ほどの証言が矛盾していたのは事実です。最後にその説明をお願いしましょうか。ええ、わかりました。これが最後の証言か。最後の証言。うん。死体を運んだこと。うん。橋を渡る以外に死体を運ぶ方法はありえません。まあなあ、松の木ビョンはあるんやけどな。だからきっと私、勘違いしていたのですね。雪が降っていたかどうか、そんなの些細なことです。それとも燃え上がった橋を渡る方法があるとでも。燃え上がった橋を渡る方法ね。やはり勘違いだったのですかな。ここに落雷によって燃えたおぼろ橋の写真があるぜ。お、事件の翌朝撮影されたものだ。うん、燃えてるね。これは見事に燃え尽きていますね。支柱代わりのワイヤーも切れて、よく橋が落ちなかったものです。これが何か関係あんのか。うん、確かにこれでは死体を運ぶのは不可能でしょうな。事件の翌朝撮影された。この証言を覆すことができなければ、証言は正しいことになってしまう。迷いちゃんが殺人者にされてしまうんだ。いいか、なるほど。もう一度言っておくぜ。勘違いするのも人間なら、嘘をつくのも人間だ。うん。そして、その嘘を見破るのも、やっぱり人間なのさ。どういう意味や、ウォード。嘘を見破れって言ってるのか。分かったような、分からないような。どういう意味、ウォード。何。それでは弁護人、最後の尋問をお願いします。最後やで。死体を運んだこと。ちょっと待って、橋の写真が出てきたよね。ボロボロやから、この上通れへんわなみたいな、横のロープも全部切れてダラーンってなって、これなんか前の写真との比較とかな、そういうのないか。他写真ないか。上からのやつしかないか。上からのやつしかない。写真どっか。こいつの絵しかないんか。なんか不完全やな。写真ないか。おぼろ橋の前の写真。まあいいか。で、ちょっと時間も、もう一回ちょっと確認させて。10時から11時頃に、失血死、刺されて失血死してんのよ。で、ユキは病んでたと本人は言うけども、病んでたとしたら、それは箸燃えてるやろと。10時45分から燃えてるわけやからね。で、雷は、まあ、10時ぐらいから鳴ってた。雪はずっと降ってたんや。まあ、でも燃えた上を渡ったっていう前提なんやな。橋を渡る以外に死体を運ぶ方法はありえません。怪しい。しかし事件が起こった時、雪が止んでいたのなら橋を渡ることはできなかった。当然ですよね。私、ケンジ様のおっしゃる通りだと思います。死体は実際橋を渡っているのですから。わあ、
だからきっと私勘違いしていたのですね。兄よ、しかしさっきの証言であなたは断言したはずです。確かに雪は止んでいたと。申し訳ありませんでした。どうした？その一言で済ませるつもりらしいな。そうなんやけど、そっち済ますのよ、この人はもう。雪が降っていたかどうか、そんなの些細なことです。冗談じゃありません。それが事件のポイントなのです。それなら、なるほど様、あなたは覚えていますか？一週間前のお天気をはっきりと。え、それはもちろん覚えてないな、そらな。ね、そんなものですわ、人の記憶などというものは。でもそれが特別な日ならきちんと覚えています。例えば僕の小学校の入学式は土砂降りでした。意義あり？あんたの土砂降り人生のことなんざ誰も聞いてねえ。え？何？事件があった時すでに雪が止んでいた。その証言にこだわるなら提示することだ。炎上した橋を死体が渡った、その事実を示す証拠品を。それとも燃え上がった橋を渡る方法があるとでも？わかりません。絶対にないとは言い切れません。なるほど様、これは子供の喧嘩じゃありませんのよ。燃え上がっている橋を死者が渡った、そんな光景を目撃した人でもいるというのかしら。おお、きれい。そいつはきっと目撃者とは呼ばねえだろうぜ。夢は目で見るものじゃねえからな。ここまで来たら何としても立証しなければならない。炎上した橋の上をどうやって死体は運ばれたか、はっきりした答えがまだ分からなくても構わない。とにかく全ては証拠品から始まる。立ち止まったら負けだ。走りながら考えよう。 OK、 分かりました。ちょっと証拠品ね。よく考えろ、精査しろ。橋の上を渡った奥の院から結構距離あるよね。カレー、見ていこう順番に。マシスの写真、これはなんだ。ズッキン、これ一応見た、さっき見た俺。七支刀でしょ、刀。はい、ゾイクラインからおぼろ橋まで続く。これで橋を渡れないのか。でもさすがに炎の中これでバーンって突っ切る無理か。そういうあと焦げたりしてへんか。してなさそうやな。境内、そもそもこれ死体がな、炎の上を通ったというなら、なんか服とかも燃えててもおかしくないからな。そんな感じないもんな。これやっぱこれしかない。上空ビューン、上空ビューンは見られてんのよ。上空ビューンは見てんのよ、マーシスさんは。よくないんでしょ。松の木の裏より発見でしょ。これ刺さってたんでしょ、松の木に。松の木の裏に刺さるってどういう意味、これが。ちょっとよくわからないな、それもな。で、これ、事件当夜、故障のため明かりは止まらなかったって言ってたけどさ、そういえば、この周りの雪溶けてるみたいな話あったよな。あれなんの？明かりは止まらなかったのに、なんで雪溶けてた？で、この写真かいな。ん？
どうすればいいわけ？だからきっと私勘違いしていたんですね。雪が降っていたかどうか、その些細なことです。それと燃え上がった橋を渡る方法があるとでも。橋の上ビヨン行ってみる？それしかないもんな。橋の上ビヨン、橋の上ビヨン行こう。燃え上がる橋の上を死者が飛び越えた。行くんかい。なるほど。それでその可能性はゼロではありません。そうなの？どういう理屈なのそれは。なんですって。来たよ。何倍いくかわからへんけども可能性はゼロじゃねえか。しかしその根拠はゼロだろうぜ。根拠はゼロなんだよな。でも、まあ、見た人はいるという意味では根拠はあるんやけども。それはどうでしょうか。何にしろ目撃者がいましたからね。なんだと？知らんのかいな。ほどこのいきさつを。一体その目撃者とは誰ですか。ここから先はもう勢いで攻めるしかない。天竜斎マシス、天才絵本作家の卵です。天才絵本作家。お卵？お卵とは言うてん。お卵とは言うてんね。彼の証言を思い出してください。彼はあの晩現場付近の山小屋にいました。そしてその瞬間を目撃したのです。見てた見てた。皆さんもこのスケッチはご存知でしょうか。はい。彼が目撃した光景をそのまま描いたものです。あら、呆れちゃった。どうした？あなた本気で主張するつもりですか？まあそうよね。そうなっちゃうよね裁判長。被害者が空を飛んだなどと、このメルヘンティックな落書きを根拠に。裁判長、唇がブルブル震えているぞ。怒ってる怒ってる。け、ここまで来て引っ込めるのはなしだぜ。この落書きを使って立証してもらおうじゃねえか。わかっています。いけるか。あんた発想を逆転させるのが得意なんだってな。俺分かって言ってるよな絶対。行動な。こいつなんかさっきから意味深な感じで言ってくるよな。いっそ逆転させてみるかい、その落書きも。ん？逆転？なぜ護道賢治はそれ。なんか一瞬がゾクッとしたぞ。それでは弁護人の結論を伺いましょう。このスケッチに描かれた光景はどうなのですか。間違いは許されない。ちょっとゾクッとしたぞ。え、ちょっと待てよ。よく見ろ。そして考えるんだ。この天竜斎マシスのスケッチは。え、まさか、まさか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 。真実のままである。もちろん被害者は空を飛んだのです。スケッチの通りにピョーンって。なるほどくん、ふざけないでこんな時に。あなた昨日の商人に似てきましたな。えが、それだけは言われたくなかった。被害者が空を飛んだという証拠などあるのですか。ちなみに今のところ奥の院から大砲は発見されていねえ。そりゃそうだろうな。あんたの捨て身の発言はコーヒー一杯分楽しめたぜ。ペナルティは勘弁しておいてやろうか。いげえ。何か方法があるはずだ。
あいつが目撃した光景の真実を暴く方法が。それでは証人には証言に戻っていただきましょう。わかりました。あれ？あ、間違えてた。あれ？戻ってきて。違うね。あ、間違えてた選択肢。ってこと？あ、矛盾してるってこと？つまりは。その、矛盾というかさ、矛盾というか、まあいいか。やっぱり僕にはこれしかありません。またその忌まわしい証拠品ですか？確かにさっきはまだよく分かっていませんでした。分かってるんです僕は。なるほど、分かってなかったかもしれないですけど、しかしスケッチのどこかに真実が潜んでいるのです。うん、分かりました。ちゃうのよ。それでは弁護人の結論を伺いましょう。このスケッチに描かれた光景はどうなのですか？間違い許されない。よく見ろ、そして考えるんだ。この天竜斎マシスのスケッチは矛盾してるっていうこと？矛盾はしてないんやけど、別にその矛盾してるってことにするか。この絵は明らかに矛盾しています。うん、そんなことは分かっています。いやいやいや、そういう意味ではありません。天竜斎マシスは何度も証言しています。このスケッチは見たままを描いたと。そうなんやけど、しかしその証言を信じると、この絵の中には現実と矛盾しているポイントがあるのです。矛盾？面白い。どうやらその懲りない人差し指の登場らしいな。一体このスケッチ、現実と矛盾するって、あ、ちょっと待って、あれか、燃えてる最中よ。あー、まあ矛盾という意味では他？そうだ、それはこの端から伸びたワイヤーです。あれっていつから切れてたんやっけ？ワイヤーですか？くっ、そいつが現実と矛盾してるってわけかい？その通り。それならその現実ってやつを示してもらおうか。このスケッチのワイヤーと矛盾する証拠を。これか。それはおぼろ橋の写真ですか？スケッチと写真、よく見比べてみてください。スケッチではワイヤーは手すりの上から伸びています。しかし現実のおぼろ橋では、おお、ファイヤーは手すりの下から伸びているのです。いや、そのさ、こうさ、そのやはりはあれがこう正の向きだとしてるわけ？こっちがみんなが間違えて逆さまにしてるんじゃないの？あれやはりは正の向きとしてるわけ、あれを。まあでも逆さに見たからあれが正の向きなのか、やはりの中ではな。あの股の下から天の橋立て見るみたいなことやもんな。矛盾ですね。はい。何？静粛に。確かにスケッチは現実と食い違っているようです。しかしこれは単なる見間違いなのでは？書き間違いかもしれませんわ。いっそあんたが場違いだぜ。まるほど、いろんな違い言われて。この男のことですから見間違いはありえます。ありえるんかい。しかしそこで問題になるのは、彼がなぜ見間違えたか、その理由です。あんたにそれがわかるっていうのかい？
皆さん思い出していただけますか。天竜祭マシスがあの瞬間を目撃した時の状況。あの晩彼は極楽庵で来るはずのない恋人を待っていた。やがて待ちくたびれた彼はうたた寝を始めます。その時運命の落雷で橋は燃え上がり、彼はその瞬間を目撃した。こんな状態でって、これ何を見せて言ってるわけ何を見せて言ってるわけ、誰の脳内に、これ誰の脳内、これ仰向けに見た一瞬の光景が彼の目に焼き付いてしまった。仰向け、そう、それが答えだったのです。ああ、なぜスケッチのワイヤーが上下逆に伸びていたかってことはさ、まあいいか。おー、まさか。天竜祭マシスは仰向けに寝た状態で事件を目撃した。つまり彼の目撃した光景は上下が逆転していたのです。でもこれ五道が教えてくれたよ。五道の一言で気づいたよ。どういうことや五道。それではこのスケッチはどうやらお気づきになったようですね。天竜祭マシスの書いたスケッチの正しい見方が、ほら、これこそがこの絵の正しい姿だったんです。矛盾してたわけじゃない、みんなが間違えてた向きをな。美術品でもたまにあるような、これなんか何十年経って、これ実は逆さまでしたみたいなニュースで見たことあるわな。その感じよね。天竜祭マシスの才能をな、みんなちょっと間違えてた。被害者の死体は橋の上空を飛んだのではなかった。橋の下をくぐったのです。くぐったのもどうやんやろな、それも難しいよな。そう、まるで振り子のように。振り子か、そういうことか。やるね、なるほど、曲かっこいいね。そしてうわー、テンション上がる。静粛に静粛に静粛に。よりによってなんで振り子なんだ。足はすでに燃え上がってとても渡れる状況ではなかった。しかし被害者の死体は奥の院で発見されてはならない。そこで犯人は一か八かの賭けをしたのです。燃える橋を使って死体を対岸に渡すためには振り子を使うしかなかった。とりあえず地に足をつけて考えるとするぜ。おぼろ橋の全長は約20メートルもある。つまり奥の院から対岸までそれだけ離れているってわけだ。そうなりますね。その距離を振り子でクリアするためには少なくとも10メートルの長いロープが必要だ。そんな長いロープなんぞ簡単に用意できるわけがねえ。シュ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 。あの晩橋に落雷があったのはあくまでも偶然だった。だから犯人が前もってロープを用意しておいたはずはない。つまり犯人はわざわざ用意するまでもなかった。犯人の目の前にロープはあったのです。なんだと。だからそれを使った、それだけのことです。では弁護人に提示していただきましょう。犯人が死体の振り子に使用したロープの在りかを。これは犯人が使ったロープなら目の前にぶら下がっているじゃないですか。ああ、これはおぼろ橋のワイヤーですか。落雷によって橋は炎上した。そしてその際ワイヤーのうちの一本が留め具から外れかかっていた。犯人に迷っている時間はありませんでした。そのワイヤーに死体を結びつけて、うーわー、刺さったままやで。しかもって言って、言ってどうすんの、ひょーいと
向こうにうまく投げれた。これ以外に死体を運ぶ方法はありません。すごいことやったね。くっ、うわふ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 わ、すごい飲んでる。ふわふわって言いながら飲んでたぞあいつ。はい、大丈夫か。いかがですか護道賢治。あ、まだ飲んでる、まだ飲んでる、まだ飲んでる。どうやらあまりのことに検察側は言葉もないようです。確かに現場にロープはありました。不可能ではない、そう考えていいでしょう。あ、まだ残ってる、コーヒーいっぱい入ってな。可能か不可能かそんなこと問題じゃねえぜ。問題問題問題、大事なのは一つだけ、実際にやったかどうか。それならば丸ほど見せてもらおうじゃねえか。こっからやな。実際に死体が振り子で飛ばされたという証拠。はあ、これはですね、これだね。どうだ、違うか。違う。証拠を提示する前に少し整理して考えてみましょう。この写真によると切れたワイヤーは1本、正面図で見るとこいつです。奥の印の前につながっていた。うん、そうだね。あ、あっちか、あっちかだ。では犯人はその場所から死体を。もちろんそうでしょう。その時の死体の動きを正面図で考えてみましょう。このポイントから投げ出された死体はこういってビューンで、そうだよね、対岸のこの辺りに落下することになります。落下ですか。おそらく対岸で死体を受け止めるのに失敗したのでしょう。なぜそんなことがわかるのですか。死体が対岸に落下したことを証明する証拠があるからです。ああ、間違えてなかった。そんな証拠が。この解剖記録を見ていただきましょう。こう書かれています。死後3メートルの高さを落下。3メートル、おそらく対岸との高さの差があったためでしょう。死体はワイヤーから外れて3メートルの高さから落ちた。そしてその時のショックでこの水晶が外れてしまったんです。そうだな。それはもちろん、この血痕の残った水晶は被害者天竜斎エリスさんの杖にはまっていたものです。そしてさらに重要なのは水晶が発見された場所です。確か上面図に記されていたはずです。水晶が落ちていたのは今気づいた。そうなんです、そこはまさに振り子の到達点なんです。ブラボー。なるほど、成長したね。どうやらこれで立証されたようです。事件当夜いかにして死体が移動したのか、今回も際どいところでしたな。なるほど君。ああ、いつの間にいつの間になるほど君、そのぬるいコーヒーで熱を冷ますことだ。逮捕してください。暴行罪です。どういうことですか護道賢治。ああ、新しいの補充してこいつは。なかなか苦味とコクのある推理だったぜ。なるほど、しかしまだ一つだけ足りねえものがある。あ、まだあります。それは何ですか。香りさ。苦味とコクと香り、香り立ち上る深いアロマはコーヒーの最大の共犯者だぜ。うん、あの、すみません、分かるようにお願いします。犯人が死体を対岸に飛ばした、それならば当然、うん、その死体を受け取った人物、共犯者がいるってことだ。まあね。共犯者、
犯人自体はおぼろ橋を渡ることはできなかった。それならば一体誰に死体を託したのか聞かせてもらおうじゃねえか。丸ほど、確かにこの犯行は一人では不可能です。弁護人よろしいですね。はい。協力者がいなければ死体が葉桜に移動するはずがない。それでは伺います。奥の院の対岸で死体を受け取った人物とは誰ですか。え、ちょっと待って、結局、え、あれ、ちょっと待って、あやめがごめん、あやめが見てたとしたら実際見てたやもんな。小刀とかを、小刀とかをだって証拠に出る前から見てたから、あやめは見てたんでしょ、小刀の存在を。うん、でもちょっと待てよ、あやめが殺したのか。お、でもあやめは橋が燃えたことを、ん、知らんかったも変やな。うーん、どっち、あの証言自体はもう書き換わってんねんな。部屋の中にいましたじゃなくなってるんやな、あやめはな。だから、うーん、奥に行ってたとしたら、奥に行ってたとしたら、あやめじゃないとなると、うーん、あやめじゃないとすると、お、ピキン、ひどく腰を痛めてる、これは関係ある、腰を痛めた、キャッチするときに。あやめじゃないとすると、アシスは絶対違うし、ちなみではないもんな。ちなみは誰かが霊媒して呼ばないといけないわけだもんね。ちなみではないよな。ミッコさん、え、ビキニってことある？ひどく腰を痛めてる、怪しいな。え、奥にいたのはあやめでいいんよな。奥の院にあやめがいて、でもな、そのスノーモービルはあやめしか使えへんわけやろ。じゃあ奥の院に誰がいたっていう話になるな。難しい。奥の院に誰がいたんや。ハミちゃんか。奥の院にハミちゃんがいたのか。奥の院にハミちゃんいたよな。ハミちゃんが、だってスノーモービルはあやめしか動かせへんねん。鍵持ってんねんから。奥の院がハミちゃんか。奥の院ハミちゃんで、ちなみを霊媒して殺害した、ハミちゃんの体を使って、え、うん、で受け取ったのがちなみ、あやめってなる。ビキニも怪しいな。ひどく腰を痛めてる、怪しいな。でもひどく腰痛めてるから無理か、そんなことは。スノーモービルの件があるからな。この人しかないかな。大丈夫か。まあ行ってみるか。スノーモービル使ったのこの人。で、そうね。ビキニではないよな。ハミちゃんは奥の院に行ってもカレーかけても、ハミちゃんは。あの環境活動家やからハミちゃんは。だから、あやめしかないか。
行こう。行け行け行け。あやめさん、あなたですよ、もちろん。私、そんなに驚くことはないと思いますけどね。おぼろ橋から死体を運ぶにはスノーモービルを使うしかない。ビキニさんは致命的に腰を痛めていて死体など運べない。あなたしかいないんです。あんた、証人の話聞いていたかい。この可愛い子ちゃんは事件当夜、奥の院の中庭で親子喧嘩の後始末をしていたんだって。あなたこそお忘れですか、護道検事。この商人はハザクラインでも目撃されているんですよ。そうだよそうだよ。そもそもこれがね、被害者の死体に細工しているところ。ふむ、実に奇妙です。まるで事件当夜、ハザクラインと奥の院、二人の被告人が存在したかのようです。あやめさん、一つだけ聞かせてください。なぜ最初から証言してくれなかったのですか。あの何をでしょうか。もちろん振り子のことですよ。事件当夜の現場の状況、目撃証人のスケッチ、炎上した橋を使って死体を渡した方法は立証されました。あなたはそれを知っていたはずですからね。そんな、私知りません。本当に知らんかった可能性あるか。本当にそこに倒れたやつを後から拾っていった。振り子なんて思いつきもしませんでしたわ。死体の受け渡しにはあなたの協力が絶対に必要でした。それならば当然あなたは振り子のことを知っていなければおかしいのです。もしあなたが本当にあやめさんならば、おい、ちょっと、ズワーびっくりした。そうか、何を言い出すのですか。なるほど様。何をバカなことを。この商人が葉桜にあやめではない。やな。なるほど。もしかして こいつはこの女は。ちょっと怖い。怖い。あの晩、死体を受け取ったのはあやめさん以外ありえない。どうやらはっきりしたな、この違和感の正体が。ちょっとおかしかったか、あやめさんっぽくなかったな。彼女の証言から昨日から急に変わってしまった理由、そして迷いちゃんに罪を着せようとしている理由。たった今証言台に立っている人物、この証人の本当の名前は。怖い。伊藤の小切圭介。うわ、行くか。これでしょう。この名前を二度と口に出すことはないと思っていました。まして本人を目の前にして。久しぶりですね、宮永千奈美さん。そしてこの曲が流れる。宮城、あやめさんには双子の姉がいました。それが彼女、宮城千奈美です。
いつかどこかでその名を聞いたような気がします。け気のせいじゃねえさじいさん。ここに宮柳ちなみに関するデータがあるぜ。そうだったんですか。5年前あの時の思い出したか裁判長。お名前は宮柳ちなみと申しますわ。ふつつか者ですが何卒よろしくお願いいたしますね。こちらこそよろしくお願いしますぞ。合ってましたね裁判長の時。しかしこの記録によると宮柳ちなみはすでに死んでいるではないですか。先月死刑が執行されたばかりです。あ、ほらだからおよろめきになってとか言ってたよ。やっぱり死だってそんなもの、この法廷じゃ何の意味もねえのさ。なんですと。あ、関係あるだろ絶対そんなの。何言ってんだあいつ。コーヒー飲みすぎだろ。静粛に静粛に静粛に。ま、待ってください。私のお姉様はもうお亡くなりになったのですよ。今さら。あなたには説明するまでもないでしょう。その体にはクライン流霊媒堂の家元の血が流れているのですから。クライン流霊媒、そう、正確にはあなたは宮柳ちなみではありません。霊媒師の体を借りた霊体なのですから。話としては面白いが、さすがに無理があるぜ。事件の晩、宮柳ちなみの霊が霊媒されたってわけがいい。彼女の双子の妹、あやめがいる葉桜院で。その通りです。そんな偶然あるわけがねえぜ。頑張るだろう。もちろん偶然ではありません。すべては計画通り実行されていたのです。この指示書に書かれている通りに。あ、それはあなたたちの母親綾里貴美子が書いたものです。宮柳ちなみが霊媒されることは最初から決まっていた。あの晩朝倉院には二人のあやめさんが存在したのです。二人だと。この手紙では霊媒をする時間までが次回霊媒をする時間が指定されています。消灯の鐘が聞こえたら、すなわち午後10時です。しかし夕食より以前からあやめさんはいました。つまりそれは本物ということですね。彼女は葉桜院で僕にこの頭巾をくれました。つまりビキニさんが奥の院であったというあやめさんは主言者の装束を着た別人、宮柳ちなみだったのです。あんた自分で言ってることが分かってるのかい。事件当夜宮柳ちなみが霊媒された。計画書が残っている以上それは確かだろうぜ。しかしこれだけははっきりしている。そこの証言台に立っている証人は本物のあやめだぜ。なんですって。うん、事件当夜のこと落ち着いてよく思い出してみな。はい。霊媒された宮柳ちなみは住職に会った後、はい、落雷によって奥の院に閉じ込められてしまった。うん、これをやってよくうまいこと言ったね。これ岸にガーンの可能性もあったよ、崖に。死体が振り子で運ばれたのはそれよりも後だ。うん、そうだよ。そうなりますね。この時対岸で死体を受け取ったあやめは当然本物ということになる。ここまではいいか。はい。
事件の通報を受けて警察はハザクラインの本堂に駆けつけた。そして自室にいたハザクラインあやめを逮捕した。それ以来彼女は留置所で警察の管理下にあった。確かにそういうことになるな。よかったですわ。やっと納得してもらえたようですね。しかしやはり何かが違う。今日のあやめさんはあの晩の彼女とは別人だ。なんか本当にそれが分かんないよな。その若干違うぞっていうのかな。すごいね。それならあんたこう主張するつもりかい？本物のあやめと霊媒されたちなみ、どこかで入れ替わったとでも？入れ替わった。待って、誰の体使ってる？正直なところ私にはまだよくわからない点もありますが、証人の身元が確定しない限り審理を進めることは不可能です。うん、あやめさんに。そっか、あやめには霊媒する能力ないのか。あやめさんにちなみを霊媒する霊力はない。うん、そうなれば確かにどこかで入れ替わるしかないわけか。いかがですか弁護人。ハザクライン・アヤメが逮捕されてから今日証言台に立つまでの間、宮柳ちなみと入れ替わる機会はあったのですか？待ってよ。ああ。でも誰の体を使ってんの？この宮柳ちなみは。ハミちゃんはいたもんね、さっきね。ハミちゃんいたもんな。ハミちゃんの体じゃないですよ。マヨイちゃん？マヨイちゃんの体？使ってるってこと？で、マヨイちゃんは自分で霊媒したってこと？で、そのまま戻らないってこと？でも入れ替わる機会はあったよ。ありました、あの時ね。裁判長、一度だけチャンスがあったかもしれません。なんですと？昨日数分間ですが空白の時間が存在したのです。空白の時間、どういう意味だ？もちろんあやめさんが誰にも 見られず自由に行動できた時間ですよ。ありました。一体誰ですか？殺人事件の容疑者にそんな自由を与えたのは。悪いな、お前のせいじゃないけど。あやめさん、あやめさんの空白の時間、それを与えた人物とは。それで言うと、ごめんね。これは確か三剣賢治ですな。裁判長、昨日大きな地震がありましたね。地震ですか？あったんですよ。地震よ。大変、この揺れ、奥の院が危ない。あ、この時変なこと口走ってたな、ベキミさん。私としたことが脱走だ、取り逃してしまった。僕たちはすぐに奥の院へ向かいました。そこには確かにあやめさんがいました。しかしすでに入れ替わりは終わっていた。あの時修験堂にいたのは宮柳ちなみだったんです。そうか、ハミちゃんはできへんかったって言ってたんや。やろうとしたけどできへんかったんや、代わりにやってたから。いい加減にしなさい弁護人。よろしいですか？霊媒などというものを認めてしまう。お黙りなさいな。来た。
お久しぶりね、おじさま。その仕草は。どうやら改めて聞く必要がありそうだな。可愛い子ちゃんには名前と職業を聞く。それが俺のルールだぜ。全員に聞いてください。宮崎千波よ、今は使者やってるわ。もう正体を隠すつもりはねえようだな。まあそうね、私もう死んでるから、あんたたちにはもう私を罰することはできないでしょ。なんという。宮崎千波、まさかこんな状況で再会するなんて。今こそ決着をつけるんだ、彼女と僕自身に。続けた。今日はここまでということでしたよね。はい、今日言ってましたよね。そうですね、ちょっと時間的に今日はらしいんですよ。すいませんね皆さん、いつもはね、はい、前半後半まとめてやりますけど、ちょっと今回はちょっと今回はというなんかスタッフの判断があるようで、はい、すいません、申し訳ないです。怖いです。はいね、ああそうだそう、ゲームゲーム全然ゲームゲームイエーイ、面白いねゲームってね。ふぅ、怖かった。怖いのよ宮柳。そのでもさ、だからさ、誰の体使ってんのっていうと解決されてないでしょ。で霊媒できる人って言ったら、まあ、ビキニさんではないわ。もうだって地震の時一緒にいたわけだから、入れ替わってで向こう側にいた人で該当する人、マヨちゃんしかいい日にくない、うん、だってね、やろうとしたけどできひんかったでしょ。ハミちゃんはハミちゃんできひんくて、でまあエリスさんは亡くなってまして、まあ今新しい登場人物が出ないということであれば入れ替わった。ってなんか最初は今、あ、でも違う。あやめさんは霊媒能力がないんや。あやめさんが宿してんのかなとか思ったけど、あやめさんには霊媒能力がない。だからもう、迷いちゃんしかいなくない。そうですよね。キミコ？キミコが脱獄してきたパターンある？キミコ脱獄パターンあんのかな？ないか？あるのかな。そうやとしてもそれはそれで怖いね。キミコ脱獄パターンやったら、そっか、プリズンブレイクキミコ。面白い、そういうゲームあったらやりたいね。キミコのプリズンブレイクでさ、結構いろいろやりようはあるやん。霊媒師なわけやからさ、その監修をさ霊媒してさ、をそのなりすまして出るとかありそうじゃない？ね、髪の毛にいっぱい物隠せるし、ね、そっからなんか脱出道具とか出してさ、こんなこと考えないやってられませんよ。ねえみんな、ねえ後半でしょ次、はい、次ラストの可能性大、まあということ。明日はないとミツルも言ってました。明日はないとミツル言ってましたね、はい。俺たちに明日はない。ですよ。なんで、ちょっともう一周だけちょっと待ってください。次、ラストで、もう、大演壇という形にしますんで。大演壇？
大演壇ということで。大団円。はい。何言って言うんですか。大団円ですか。大団円ですか。そうですか。カットということで今のところ。うるさいからみんな。大団円ね。うん。はい、おそらく。はい、カットしないと、はい、すごい今もうコメント欄もうるさいこと。ねえねえねえで埋め尽くそう今。ねえで埋め尽くして。ねえねえ次回楽しみみんな。本当に最後の可能性大ということでね。ねえ、お願いします。お疲れ様でした。